皆さんこんにちは、 A のゲームチャンネルです。今回は、前回言った通りですね、レアガチャ10連リベンジ戦ということで SSR 狙っていきたいと思います。前回に引き続きこのギニュー特選隊集結してるね、全10キャラクターの確率が超アップ中のレアガチャをね、10回連続で引いていきたいと思います。それでは早速いきましょう。これはちょっと待ってくださいということで、めんどくさいんで拡張しました。早速いきましょう。連続ガチャ、レア以上のキャラを一気に10体獲得できるガチャです。これで俺はパーティーを強くします。お願いします、ガチャあります。よし、行くぞ。オラに力を。こい、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 こい。やめちゃくせ。お、うわ。ご飯出た。ご飯出た。はい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 。お、来たよ、セリパ。誰？グーグーウェイ18号グー来い17号。うわー、 SSR 出ずなんですけど、セリッパこいつ誰だ？ SR なんだけど。そして18号出ました。まあですね。うん、でもちょっとね、かぶってる、ヤムチャかぶってるし、バータ持ってるし、どうしよう。ちょっと皆さんに質問なんですけど、同じキャラクターいるじゃないですか、このレアとか。それって素材として使っちゃってます？同じキャラクターに対して残す意味があるのかな。なんかパーティーに同じキャラクターって入れれないじゃないですか。持ってても意味ないですよね。ちょっとコメント欄でぜひぜひ教えていただけると助かります。はい、ということで今回はレアガチャ10連続で SSR を引けるかっていうリベンジだったんですけど、今回も出ませんでした。でも、今後は出せるようにまたね、頑張って石を貯めていきたいと思います。10連続なんで50個貯まるに結構大変なんですよ。なので少し時間かかると思いますけども、頑張って貯めて、はい、皆さんにですね、SSR が出るところをぜひお届けできたらなと思います。何回引いたうち、何回ぐらいね SSR 出るかっていう皆さん、情報源と なればねいいかなと思いますので、ぜひぜひ今後とも見ていただけると嬉しく思っております。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はですね、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価、あと拡散の方もしていただけると嬉しく思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。